お願いいたします。内閣府特命担当大臣を拝命いたしました山本幸三でございます。総理からはアベノミクスの運転を地方全域に近転できるように全力を挙げてもらいたいというお越しがございました。今回の私の責務で非常に重要な意味があると思っておりますのは、国家戦略特区を所管いたします地方創生と、規制改革、岩盤規制を外そうという規制改革を一人の大臣として私が担当するということだと思っておりまして、そのことによっていわゆる成長戦略の岩盤規制に風の分け、そして地方の活力向上につなげたいというように考えております。一生懸命やってきておると思いますが、これまでは計画策定という段階でありましたが、これから実際に事業をしっかりやっていくということで成果を上げていきたいと思っております。やはり地方の創生、地方が元気になるということは、まさに地方の方々の所得が上がってくる、雇用が確保され所得が上がってくる、そのことによって消費が増えて投資が増えていくということだと思いますので、そういう方向にどこまで持っていけるかということだと思います。まずマクロ経済政策でそういう環境を作っていくことが第一に重要でありますし、それを受けてミクロの地方が自分たちでやりたいと思っているような施策の中で、これはそれに結びつくというものについて交付金や税制で支援をしていくという形でどんどん成果が上がるようにしていけば、少しずつ必ず実績が上がってくるというふうに思っております。